さあこんにちは、まめこチャンネルのお時間がやってまいりました。海のコーヒーの影山です。はい、今日も顔を上げて井川です。はい、え、顔を上げてやっぱりどうしてもさ、年取ってくるとこうなってきますよね、はい、猫背っぽく、猫背っていうかこうなんか悩むこと多いじゃないですかなるべく顔を上に上げて、そうですね、うん、シャキッとシャキッとしていきたいと思います。はい、はい、今日もですね、勝手にお悩み解決シリーズでご質問にお答えしてみたいと思うんですけども、はい、はい、こんなご質問をいただいてるわけではありませんけどいただいてませんよいただいてませんが、お答えしてみようと思います。はい、OK ウェーブにお寄せいただきましたアーミーバービーさんからのご質問です。彼氏56歳に近場の旅行に連れて行ってくれたちょっとしたお礼に、高速代やガソリンの代わりにと思い、下着ボクサーパンツをプレゼントしました。とても喜んでくれましたが、よく男性の下着買いに行けたな、俺はさすがに女物の下着は買えないと言われました。なので女性が男性に下着をプレゼントするのは普通じゃん、プレゼントだとわかるし逆は無理かもねと私は言いましたが、皆さんはどう思いますか？女性が男性に下着をプレゼントすることをどう思いますか？男性女性両方からのご意見いただきたいです、というご質問です。この質問を選ぶ影山くんがわからないいやだって、ね、何ですかこれ。いやだって井川やしひろさんといえばね、うん、プレゼントの専門家であり、ええ、でさらに下着の専門家でもあるっていう誰がそんなこと言ったんですか。いや男物のあのボクサーパンツの前のパカパカがあれはどうなんだっていうね、うん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 、こう一家後やっぱそこが終わりだし、うんうん、女性物の下着にかつてね、うん、その塩をまぶしといてもいいんじゃないかという、はい、じゃあ影山くんはあれですか、女性の下着をプレゼントしたことありますか。いやないですね。ないですか。ない、まあなんか一緒に買いに行くみたいなことはあったかな。お、そうですか、うん、一緒に買いに行く、うん、うん、奥さんにね。奥さんに、うん、一緒に、うん、結婚する前だったと思う。結婚する前にはいあのあれですか。ああそうですか。ええー、そういうのないですか。ない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 。あ、ないないし、何これ何が言いた、何が質問なのこれ。そうですよ、あのだから女性が男性に送るパターンですね、うん、下着にプレゼントをすることどう思いますか。はい、例えばじゃあ今さ受け取ったらどう思うか、うん、下着をもらって、はい、まあ、これちなみに彼氏彼女、しかも彼氏が56歳、うん、ご本人のこの女性がおいくつかはね、分かりませんけど、うん、その辺で引っかかっちゃっててもう下着どころじゃないよ僕は気になることがね、うん、よく買いに行けたなって言ったと、うん、はい、俺はさすがに女物の下着は買えないなって、うん、だけど今さ、うん、あのちょっと話飛躍しますけど、はい、なんか女性の生理用品の CM を男がやってたりするよね。え、そう？いやいやありますよ、なんかテレビ CM に。テレビ CM かなんか確か。だからそれ俺おじさん風に言ったら、よくお前そんなものを CM やれるなみたいなね、うん、ことだね。なんか別にこの下着っていうのはさ、うん、俺あんまりその下着に燃えない燃えないっていうのどうでもいいよね。だってあんまりこの下着がどうとかこうとかっつったって、はい、うん、とにかく全くもうピンとこない、ね、全然ピンとこないなん別にどっちもらったってもらって平気ですかって言われても全然平気だし。全然平気なんですね。平気でしょ。だっていや僕なんかちょっと、いや、いや相手と距離感によるけどね、うんうん、そうでしょ。別に普通くんないじゃん。くんないよね。別にさ、バレンタインデーにさ影山さんにさ、うん、奥さんがいること知りながらさ、はいはい、ちょっと影山さんボクサーパンツなんですけどなんなら今ここで着替えて履いてもらえませんかとか言う人いる？ちょっとないですけど、あったら。で、あったら嬉しいんでしょ君そういうとこ変なとこ変態だからなんかそういうの嬉しいんでしょ。いやいやいや、まあ変態とは言わないですけど ね欲しいじゃない。あ、嬉しいでしょ。まあまあまあ、まあ、だけどそんな人いないし、まずまあいないわね。いないし、くれる人もいないし、うん、だからってことはこの人はちょっと特殊なんじゃない、うん、誰送っちゃったわけでしょ、その女性が男性に。いや違う違う、だって彼氏でしょ。うん、だから彼氏なら別に、あ、いいんじゃないの、いいんじゃないのって。だって別に僕の下着、僕の下着を誰が買うかって言ったら、うん、だから僕が買うこともあるし、うん、奥さんが買ってくることもあるわけ。うん、まあそうだね。
別に今結婚してれば例えばね、そう別に、でそれが彼女だったとしたって、はい、まあ一緒に暮らしてたら、うん、かあの買ってっていうことある、うん、割とね最近ね僕ね下着についてはそう思うことあってほら、ね、ほら見てくださいよ、あるじゃないですか、あのさ、なんか割とね、あのボクサーパンツっていうんですかね、なんかよくあのいわゆる無印とかユニクロとかで売ってるようなパンツ、はい、うん、あのこう、うん、長方形のやつでしょ、そう、うん、あれってね、トランクスでもなくてね、うんうん、あれってね割とねすぐにあの消耗しますよね、ああそう、うん、あれはねあの大体綿でできてるやつでしょ、うん、うん、1月2月で捨ててるね俺、ああそう、うん、え、何こうなんか薄くなってきちゃうとか、そんなわけない薄くならねえよ、いや違う、薄くなるんじゃなくてね、あれね多分ねこういうことだと思うんですけど、昔さ、パンツのゴムって言ったら、うん、結構きつかったもんじゃなかったですか、そうだね、そうだね、僕らがグンゼとかの頃は、うん、ブリーフの頃の、ね、ブリーフの頃で僕もブリーフですけど、うん、だボクサーパンツってブリーフですでしょ、うん、トランクスではないじゃん、そのこう、いや三角形か、まあ、ビキニタイプかどうか、うん、まあ、形がね形がさ、こうなっているか、こうなっているか、はい、そう、まあこうなってるかってこと、そう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 です、そうです、だけど要はさ、ここがゴムでしょ、そうですね、2つとも、はいはい、それでさ、昔は結構ここってきつくて、こうなんかその脱いだ後、うん、後つく、ちょっと跡がついてカリ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 ってちょっと、うん、かゆい、デコボコになっててかゆいじゃないありました、あったでしょ、で今ならないじゃん、ならないね、ならないってことは今ね多分ここのゴムって非常に弱いんですよ、うん、ちょっと帯状前よりも多分こう、うん、太くて幅があるよね、太くて、うん、こんななってるじゃん、なってるなってる、これがね良し悪しでね、おお良し悪しですか、あの男の人ってさ、あのトイレに行くときに、まあまあこうわりかし脱いでね実演付きで脱ぐじゃん、脱ぎますわね、でまあ、特に脱がない人もいるけどね、まあ脱ぐ、うんうん、で特にじゃあ便器に座るようなシチュエーションの時、シチュエーション想定すれば脱ぎますよね、時にこう、こう脱ぐじゃない、でこういう風にするじゃない、はい、こうやってね、うんうん、今座ってます、座りましたね、はい、でもこれさ時にはさこう 膝下まで下ろす時あるじゃない、ああここぐらいまで、うん、楽にでこう座るじゃないこうやって、はいはい、でこういう風にするじゃない、うん、そうするとさゴムがさ、うん、ここぐらいまで広がるじゃん、あ結構ね、結構結構こうやってね今そういうことやっててどういう気持ちですか、いやいや絶対説明してるんですよだからこういう風にしてて、はいはい、こう下ろすと、はい、でだからここで作られてるものが幅的にはねこうなって、うん、下ろした状態でこう広げるの、あ、ね、普通こうする人いないじゃん、いないね、こうしちゃう、うん、解放したいもんね、いろ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 な、こういう気持ち的には気持ち、ね、ここまで伸びるよね、はい、それでまた履くじゃない、うん、そうすると結構な確率で、確率というか結構すぐにここブヨブヨになるの、ああ伸びてくんだゴムがね、そうするとさ、うん、なんかこう朝シャワー浴びて、うん、こうやって履いてんのにもうすでになんかもう朝の気分じゃないことありませんかいやだから言いたいことは分かりました、分かります、なるほどなるほど、だからすぐに捨てちゃうの僕は、もうそれちょっと緩んでくると、緩んでくると、だからこれから商売やろうとする人に、はい、パンツのゴム直しますっていうパンツゴム、パンツゴム、うん、リペアショップ、リペアショップっていうのは流行る、うん、流行るんですか、ね、だってパンツとしては全然履けるのに、うん、ここのゴムだけが、はいはい、今の男の理屈で、こう緩くなっちゃうから、だから、はい、もしかはこうマジックテープでこう広げるようなね、やだなそれ、なんかこうほとんどおむつですね、そうそうそうこういう風になってトイレするときにこうなってペコってなってベロってなってするっていう風にして、ここのゴムがね、はい、脱着式になってるとか、なんかそういう風になってたら平気なんじゃない、はい、もうより長持ちすると、うん、まあ、それ女の人でもそうなんだ、女の人はどうしてんだろうね、逆に女の人って同じ伸びる問題あるよね、きっとパンティーの問題は同じですよね、あの人たちだってさ、あの人たちこそさ、うん、おしっこするんでもさ、いちいち脱いでるからね、まあそう、脱いでるからね、脱いでる、攻めるように言ってるけど、で別に女の人だからってこうやっておしっこしないよ、ね、まあまあ立ち会ったことないけど、ね、ないけどね、うん、もうこうしてるよね、うん、そうすると伸びる、同じ問題、同じ問題起きるよね、はい、しかもよりサイズ的にはね、何、うん、なんだろうね、あの女性はどうしてんだろうかやっぱり2週間ぐらいで
伸び伸びに伸び伸びになっちゃうなっちゃうんですよね。あ、そうかもね。いや、わかんないです。それちょっとご意見いただきたいですねそうだね。だから結局ここのゴムっていうのは何にしたって伸びやすいわけじゃん、はい、そうだね。だから昔はそれを多分こう操作させまいとしてたんだけど、うんうん、最近は快適さを、ね、カンファタブルを優先するがために伸びやすいんじゃない、そうやって買い替えさせてるのかもね。あ、それはメーカー的にはね。そうですよ、もうだからもう消耗品だっていう風にして割り切ってんじゃないですかね。俺もだからね、靴下でもこういうところが伸びるの嫌なのね。こういうところが履いてるうちにね、ちょっとこうこんなになってるのなってあります、ね、もうできればもうこうしたいぐらいとにかくこうキュッとしてないと嫌なのキュッとだこういう風にちょっとキュッとなってなってるの。こういうのこれで帰ってください。いや、いいですよ、全然。こういうの大好きだ。こういうの大好きな、うん、こういうのもうちょっとね、こういうのも全部入れたい人も本当は。あ、そうなんですか。小学生的にこういう、だからね、こういう風にしたいぐらい常に全部こう入れたい。こうやってこういう風にしたい。ちゃんとこの袖口とかも閉じるしね、うん、そうそうそう、嫌なの、ね、俺もできれば一番嫌なの閉めてたいって人なの。あ、そう、うん、だからなんかね、こうダラダラっていうの、全部なんか印象が違いますよね。だからダラダラっていうのすごい好きじゃん。こういう風にしたできる。そうなんね、うん、じゃあ次回以降はそんな井川さんに、はい、はい、ありがとうございました。